下井坂会郵便局は、和歌山県木の川市に所在する会郵便局である。局舎のロビーには2000話を超える、フクロウの置物や手作り雑貨が飾られ、フクロウ郵便局と呼ばれ、親しまれている。局番号は47,751。この郵便局が、フクロウ郵便局と呼ばれるようになった由来は、1995年まで遡る。後に、 本郵便局の受託者となる一家が、1995年12月に岩出市の吹雪峠をドライブ中に傷を負った袋を発見した。ポッポちゃんと名付けられた。この鳥は、手当ての買いなく数ヶ月後に池を引き取った。埋葬しようとしたが、当時小学生だった長女の強い願いにより埋葬を取りやめ、職人の手により、剥製が作られた。この剥製を、 自宅の玄関に飾ったところ、長男が希望の大学に合格するなどご利益が続いた。2007年、一家が簡易郵便局の業務を受託すると、金融機関である郵便局を見守ってほしいと白星を局内に移した。すると、訪れた利用客らがペーパークラフトや木彫りなど袋をの手作り雑貨を持ち寄るようになった。80歳近い陶芸家は遺作として、 陶器製のフクロウ像を寄贈したが、カウンターに鎮座する陶像が愛されている様子を見て、再び陶芸を続ける決意をした。2011年には、傷ついた、生きたフクロウが持ち込まれたことがあったが、局で3ヶ月保護し再び自力で飛べるまでに、回復した。この壺で下ろしたお金で宝くじを買ったら、当選した有名アーティストのイベントの代金をここで振り込んだら、 最前列のチケットが取れたなどの幸運エピソードも寄せられるようになった。入学願書の受付シーズンには1日に約250人が訪れることもあるという。フクロウの剥製は羽が柔らかいため3年ほどしか持たないと言われているが、ポッポちゃんの剥製は20年余り経っても羽が1本も抜け落ちずに保たれている。本郵便局の所在地は旧長郡内田町で、 2005年11月7日に、周辺の町と合併し、木の川市となった。2013年5月1日には、内田下伊坂間郵便局から、下伊坂間郵便局に局名が変更になった。JR 和歌山線下伊坂駅から500メートル。ありがとうございます。